うん、岡村さんちょっと座ってみて。オッケー。私はそっちだから。今日ゲスト向こう3人並ぶので。うん、よし。緑のまずい。はい。ここにね、お尻。このまずい。あ、じゃあ今日さそこに3人座ってやるってことね、ゲストさん。はい。はい。あ、じゃあ太田さんがあれ持ってる、スマホ。うん、あ、そうだそうだ。別にカメラないから。いいよ。あれ、あれ、聞いてたんだよ。あ、了解。ラジで足が入ってるから。あ、了解、了解。もう1日3回ぐらいですもう探してるよ、そうそう。私自分取ろうか。重たいね、これね。私のスマホで取ろうか。あ、でもどうやってくれる、そしたらくれる LINE に貼るしかなくなっちゃう。いいよいいよ、私よし。最近は間に合わない、嬉しいね。もう秋かな。いやいや、まだこれから今日から残暑なんじゃない。でも朝晩とかちょっとそんな雰囲気ない。朝涼しいよ、朝とか、ちょっと涼しくなって。昨日、そう、昨日今日涼しいよね。そう、はい、で、保証法案について議論しますか。知らないから、そうです。で、これフラッシュ なくていいんだ。なくて大丈夫だと思う。どう、明るく撮れる？どれ、見せて。今ちょっといい、大丈夫大丈夫。 iPhone ってすごいよね、やっぱり。はい、短めで全然綺麗だったりするもんね。うん、そうね、綺麗。忘れるでしょ。忘れるでしょ。どうぞ。スカスリだ。黒は違う。ヒロはそう、カンっていう字ね。何で見てんだよね、あれ。そうそうそう、ね、なるほどね。何だろうね。お、なんで気づかなの、キャサリン。そうだよ、何調べてこない。今知った俺。気づかなんだ、決まったんだ。いつかってテレ朝のあれに出てたよ。ヒロキでやってます。ヒロキ、はい。そのドラマはいつ思うんですか。特攻隊。特攻隊16分地。あ、16分地か。キャサリン9月5日。キャサリン始まっちゃうから。マッサンのあの人だよね。そうです。あの人かマッサン見た。今日岡村さんご飯の話するから。ご飯の話やめる。いいよ、ご飯の話大好きだから。私ご飯の話しーって言うまで喋るよね。うん、奥が深すぎて何が喋っていいのか。この番組ってさ、のどかだよね、なんか。他の番組知らないもんね。知らない、知らない、知らない。すごいのどかだよ。のどかだね。もういつもわーって、バタバタバタってやってるから。じゃあテンション上げていきましょう。上がってるから大丈夫よ。押さえていきましょう、じゃあ。はい。ブレーキ踏んで。私がそこ、言おうか。ルーディさん、今日全然ピンクのおじさんじゃないじゃないですか。本当だ本当だ、最近ピンクじゃない。台本には最近じゃない。ええ、もう一回ピンクのおじさんって書いてある。大丈夫です、大丈夫です。ネタ切れ、ここはだからネタ切れだ。そう、ネタ切れ。頭の中がピンクでいくしか。あ、うまい。始まるし。ええ、クリスタルツーランド2015年8月10日毎月第2月曜日14時から15時の1時間ペットの情報番組をお届けします。メインパーソナリティはワンダフル隊長ミッチーナこと太田道代。今日は夏休みでお休みいただいておりますが、プロデュース下町エレガント大使キリン、そしてピンクのおじさん、今日はどうもピンクがかけらも見えないんだけど、ピンクのおじさんの伊藤徹、はい、こんにちは。はい、ツーランドは愛するものをつなぐ場所、知りたかったことや知ってほしいことを発信、考えるだけでなく一緒に感じてほしい、
ハートの温度一度アップワンプロジェクトの始まりです。こんにちは。はい、こんにちは。お隣には、はい、すっかりオープニング定着しましたね、うん、岡本の高谷さんです。はい、岡本の高谷です。まずございますね。そうですね、うん、犬の番組ですか。はい、はい、今知ったんですか。いえいえ一言も触れてないなあ、そうそうそう、いいの。これから犬の番組ですよ。そう、犬の番組です。犬好きの番組ですよ。そうです、そうです、はい、私ワンダフル隊長だから一応ね、ワンワン、何ワンプロジェクトなワンダフル隊長いいじゃん。いくつですか。言われもう行く、はい、始める。ラインナップ紹介する。はい、ズーランドハートバトンリレー、進行役はピンクのおじさんこと伊藤徹。はい、今月のゲストはどんな方でしょう。とっても楽しみですね。そして岡本孝也の脚本家は犬が好き、演劇映画やドラマで大活躍の脚本家作家の岡本孝也さんを本気で、本気です、日本で一番犬に詳しい脚本家に育てるコーナー、楽しみです。さあ、そしてマンスリーアロハ塾はアロハドギーのことぶきちゃんがお届け。コンシェルジュのコーナーは犬の幼稚園ワンコラボ代表奥田佳代さん。今日はお休みなのでお手紙来てます。道長お読みしますね。さあ、そしてワンワン里親コミュニティはハッピーワンこと未来のパパママをつなぐ場所。クリスタルズーランドは愛するペットたちと飼い主さんの幸せを応援します。今日も見て聞いて参加してください。はい、